はい、ケビン。はい、どうも。どうも。ありがとうございます。はい、今回時間いただいて。お世話になりました。お世話になりました。お世話になります。楽しかった。うん、楽しかったです。早速インタビュー始めたいと思うんですけど。頑張ります。頑張ります。はい。今回メイドインアビスの、まあ、音楽を担当することになったというところで、まあ、ケビンの自己紹介も含めて、その経緯を教えていただければと思うんですけども、もちろん Have you talked about your story? うん、うん、まあ、日本語で日本語で、あ、日本語でいきます、まあ、日本語でいきます、たまに、はいはい、まあ、まあ、イギリス生まれ、5歳からずっとオーストラリアに住んでるから、オーストラリア、オーストラリア、うん、オーストラリアじゃなくてオーストラリアに住んでいて、21歳までずっとオーストラリアだったから、まあ、心がオーストラリア人で、でも21歳からロンドンに戻って、あ、まあ、ロイヤルカレッジという大学に入ってきて、それから大学院になりました。あ、それで2年前卒業して、それから、まあ、それからずっと、まあ、作曲家として生活してる。なるほど。そしたらその時に、まあ、メイドインアビスは、はい、この作品はどうやって、まあ、担当することになったの？そうですね、小笠原さん、アニメーションプロデューサーから、メイディナビスのことに聞いて、だんだん漫画とかちょっと読んで、それから、あ、こんなプロジェクトになるかなと思いましたから、結構ユニークなストーリーだと思って、やっぱり漫画読んでからそれを確認しました。ユニークな音楽を書かないといけないねと思いましたから、やっぱり、まあ、例えば漫画の絵の、あ、カバーの絵を見たら、やっぱり、まあ、結構ユニークなアートスタイルがあると思いますけど、ストーリーを読みながらアニメーションスタイルも見てから、やっぱり、まあ、コンテンプリーな味 にちょっと、うん、入れてみようかなと思っていました、うん、音楽について。要はその絵を見て、その音楽に置き換えたらこういう音楽になるかなっていう心があった。そうですね、まあ、オーストラリアにいるとき、まあ、大学にいる、まあ、オーストラリアでも大学に行きましたが、その時に結構コンテンポラリーみたいな音楽をちょっと勉強していましたから、例えばジョン・アダムズとか、あとはスティーブ・ライク、まあ、ミニマリストの、まあ、すごい素晴らしい音楽だ僕が思いますから、そのみたいな影響もちょっとやってみたいなと思っていましたから、やっぱりアビスの色、使っている色は結構ユニークな色、まあ、コンビネーションだと思いますから、ユニークな音色もちょっと使ってみたいと思いました。面白い、同じ言葉だね、うん、色と漢字で一緒ですか、うん、うん、色、うん、まあ、色と音色はすごい、まあ、まあ、そうそうそう、コネクションがありますから、それをちょっと尊敬したかったんです。 Okay. ケビンが最初にその音楽作って、まあ、デモを作って、はい、まあ、監督たちと、まあ、制作のスタッフと、まあ、ディスカッションした時、はいはい、まあ、実際どういうやり取りがあったんですか？まあ、小島さん、小笠原さんは優しく、ケビンの、あ、イメージに聞きたいって、うん、優しくない？いや、でも最初にさ、イメージの絵を送ってくれました。はい。うん、まあ、もちろん、まあ、メイディナビスの世界をちょっと分かってから、まあ、ケビンのイメージちょっと、聞きたいと言われましたから、うん、じゃあ僕は作曲化してどうしたいかなと思って、それから、まあ、2、3曲ぐらい作って送って、それから小島さんと小笠原さんは結構、まあ、これはいいと思いますと、まあ、ラッキーで言われました、うん、で直接会いましたね。まあ、直接に会ってディスカッションして、しました、ね、ディスカッションして、それからまあ、それは僕が日本にいる時だったから、ロンドンに帰ってからもっと
作り続いてという。で、それから、まあ、結構自由に作曲することになりました、うん、全部。でもケビンの中でもすごいはっきりしたイメージというのがその絵をの中で持ってて、たくさん絵を見たいと言ってました。うん、まあ、僕がいつか絵とかアニメーションを見たらテンポもうちょっと分かると思うから、それは僕に結構結構大切があると思いますから、いつか絵とかアニメーション、まあまあ、イメージボードでも何でも見られたらもっとその世界を分かることになるから、それは本当に僕の仕事として大切です。はい、じゃあ最初にその、まあ、絵を、まあ、漫画の絵だったり、はい、アニメの設定だったりを見て、はい、そこから音楽を作り始めます。そうです、そうです。まあ、もちろん会話もありまして、ジーマさんも本当にお手伝いがありましたから、本当に喜んでます。ジーマさんがいて、本当に安心になりました。トランスレートをしてね。まあ、通訳もあって、ね、まあ、ディレクションもやってくださいましたから、うん、それは本当に大切になりました。そうですね、日本にね、飯島さんいらっしゃった時に、うん、でいらっしゃってるので常に、うん、たまにね打ち合わせをもう一回何回かやったり。そうですね、うん、監督ともお話しして、それをケビンにそのまま伝えて、そう、その後音響監督の山田さんとも飯島さんと僕とみんなで打ち合わせして監督さんに、はいはいはい、バランスもちろんです。まあ怖い曲、可愛い曲、まあ、いろんなカテゴリーを、まあ、自分たちで作りましたから、 そうだね、それは結構、まあ、時間がかかったという、うん、かかりました。まあ、本当に、まあ、9ヶ月ぐらい働いてるじゃないですか、今。たくさん働いてますね。結構長いんですけど、やっぱり素晴らしいストーリーで素晴らしい世界だから、本当に頑張りたいと思っていました。そしたらその曲を実際今こうやってウィーンで収録してるわけですけれども、はい、どうしてそういう風になったんですか？そうですね、ウィーンは実は3年前僕はここで専門学校を2週間ぐらい行っていました、参加していましたから、ワークショップみたいなことに行って、それはまあ、サントレで聴けるコンサートマスター、バイオリンのコンサートマスターディミトリという人は作っていたワークショップで、そこでディミトリと知り合いになって、で、Facebook とかでディミトリはシンクロンステージというレコーディングステージのコンサートマスターになったって見ました。で、ディミトリとシンクロンの音楽家はすごいスキルがある、最高なスキルがあって、やっぱりその人を使いたいなとちょっと思って、それからウィーンにトライしようかなと思いました。まあ、あとはもう一つのポイントなんですけど、まあ、シンクロンステージを見たらすごい大きなサウンドステージだ、多分オーケストラ、まあ、100人ぐらい入られるかもしれないんですから、まあ、僕が19人しか使っていなかった吹き楽器、風楽器という、そんなに多くない、うん、まあ、管楽器、あ、そうですね、管楽器、あとは弦楽器、でも管楽器10人しか使っていなくて、弦楽器は9人しか使っていなかったから、自分の、まあ、コンセプトはこのちっちゃい音楽家のグループは大きなステージでいたらちょっとアビスと似合ってるじゃないですかと思って、例えばリーグとリコはこのアビスに入ってるから、アビスは結構、まあ、本当に大きくて、まあ、リーグとリコは本当にちっちゃいから、それみたいなイメージはシンクロンステージの19人と同じじゃないですかと思って。初めて聞いたけどもちろん一番のポイントは素晴らしい、まあ、素晴らしい音楽家だからだけど、もちろんそのイメージもちょっとアピールがあるじゃないですかと思って、はいはい、うん、でも僕は聞きました、やっぱりどういう音楽を作る上でレコーディングをするかっていうことを聞いて、はい、なんですけど、やっぱりケビンにとって毎回まだ若いし、どういう経験をこの9ヶ月の仕事の中でするかっていう、なんか体験をしたかった、体験、は
チャレンジ、チャレンジ、新しいチャレンジ、うん、いろんなところでいつもやってて、日本でもできるかもしれないけど、ケビンにとって何かチャレンジすることが一番こうインスピレーションにとってはいいことなのかなっていうことを思います。そうですね、体験について僕、まあ、前からコンテンポラリー音楽、コンテンポラリークラシカル音楽結構興味があったけど、あまりあの作曲コンテンポラリーを作るのチャンスあまりあの機会があまりなかったから、今回アビスはそんなユニークなあの、まあ、世界で多分もうちょっとコンテンポラリーの味に入れてみようかなと思っていました。あのマジであの小島さん、小笠原さん、島さんはあの、まあ、そのみたいな楽は大丈夫って言われると本当に信じまだ信じられないんです。まあ普通じゃないからね。でも実際 PV を公開したんですけれども、まあ、ファンの皆さんはすごいアビスに合ってると、この曲はそれを聞くと、うん、それを聞くと本当に喜んでます。よかったよかった。うん、よかったよ。はい。そしたらまあそのレコーディング実際した時に、はい、まあその時の実際自分で指揮をしながら。そうですね、あのどうでした、ま、そうですね、あの緊張、ま、緊張がありました。うん、あのロイヤルカレッジ行ってる時、あの僕があの、ま、あの他の生徒の友達と一緒にあの、ま、レコーディングセッションやっていて、あのバイオリンの人とかあのチェロの人とかあのフルートも、ま、皆さんと一緒にあのロイヤルカレッジのスタジオであの指揮とかレコーディング結構やっていたんですけど、それしかあまり指揮やってないから、久しぶりにあの指揮して、あ、最初の日はちょっと緊張していたんですけど、知ってましたね、うん、知ってましたけどあの次の日には結構楽になりました。あのちょっと慣れたから、あのそのテンポ、あの式の、まあ、いいテンポに入ってから、あのやっぱりあの楽になります。楽しそう、すっごい楽しそうだったから、まあ、あの音楽家は本当に、まあ、あ、まあ、もちろん本当にプロフェッショナルなんですけど、うん、あの冗談もできるから、そのみたいなバランスを見つけると本当に、まあ、いいセッションができると思います。まあ冗談、まあ、セッションの中冗談するのは大事だと思います。まあコメディじゃないんですけど、あの、まあ、楽なアトモスフィアは、うん、楽な雰囲気が大事だと思って、ね、うん、僕はあの指揮としてそのみたいなセッションにしたい、うん、あのその真面目みたいなセッションは僕があんまり好きじゃないから、うん、みんなはちょっと 楽にしているならもっといい音楽が弾けるじゃないですかと思います。なるほど。実際曲を撮ってみて収録してみて、そのまあ、自分が印象してた通りなのか、それともそのなんか実際撮ってみたらこういう感じになるんだみたいな、そういう曲ってありますか。まあ、例えばあの、まあ、まだ名前が作ってないあのバトルの曲は、うん、昨日は初めてあの本当の、まあ、人間を弾いてるの音を聞いたんですけど、やっぱりこの音になると思いましたから、うん、まあ結構9ヶ月前からずっと楽しみにしていたという、うん、だからあのやっと音楽家の音を聞くと、あ、本物になったという、あの、まあ、本当に喜んでいました。オールマスターアンダーコントロール、まあ、あのやっぱりコンテンポラリーだったからちょっとリスクがあって、うん、ちょっと気にしていて、あの、まあ、あの結構テクニカルなものがあって、あとはあの、まあ、これは弾けるかなと結構それは緊張していましたが、あの、まあ、準備結構やって、まあ、緊張は結構あったんですけど、あのやっとあの、まあ、素晴らしい音楽家 あのおかげであの綺麗にあの録音できたという。皆さんうまかったですね、演奏。本当にうまかったです、ね、本当に、あ、まあ、応援されて、あ、まああのまあ、頑張りましたから、一生懸命頑張ってくださいましたから、まあ、時間がかかったけどできたという。よかった、うん、だからあの、まあ、全部ミックスしてから、あのミックシングとかプロダクションやってから、例えばいろんなシンササイザーが入ってるから、あの、まあ、エレクトロニックの音楽が音色が入ってるから、
それを全部混ぜてから本当に面白くなると思います。ではもう最後にですね、はい、メイドインアビスのファンの皆さん一言、はい、あのこの下のカメラを見て、はい、皆さん こんにちはあのメイドインアビスは本当にあのユニークなプロジェクトだと思いますから、あの、まあ、あの作った人でもあの見てる人でも本当にあのあの楽しめると思いますから、あのぜひぜひあの興味があればあの見て聞かせてください。まあ、自分の感想はアビスはすごいユニークなプロジェクトだから、あの結構アートみたいなプロジェクトだと思いますから、あの、まあ、どうなるかどうかみんなは多分わからないから、すごいサプライズがあって、あとやっぱりあの、まあ、VV を 見た人は多分あ、かわいい、かわいいあのアニメになるかなと思うかもしれないんですけど、やっぱりそのことはないと思うから、どうぞあのゆっくり見てください。サプライズしてくださいありがとうございます。本当にありがとうございました。あの日本語すみませんでしたいや、とってもうまかったです。ありがとうございました。 Thank you. Thank you. Bye. Bye bye.